はい、どうもこんにちは。徳島アランです。ということで、今日はスピードコンボのね、練習をしていきたいと思います。まずですね、僕が今やってるスピードコンボがこちらです。やば。ミスった？もう、カラマッチン。スピードコンボがこちらです。めちゃめちゃゆっくりいきますけど。あ、またミスった。今のところ本当はマウントしてる体で進めさせていただきます。ボロボロ。これをやってるんですけどもね、本当に難しいです。まずね、マウントミスが起きちゃうのと、まあスピードに乗らない。あとね、本当にここがむずい。途中でね、回転が止まっちゃったりとか、ストリングがね、滑り、なんていうか、ストリングの張りが弱くて、なんか中でキュッてこうなって回転が止まっちゃうっていうのとかも結構ありますね。マジでむずい。どうしたらいいんだ。一向にね、スピードコンボをね、所持してないのがね、ちょっと辛いですよ、本当に。ここがね、本当にね、むずいの。これさ、なんかなんでマウントミス起きちゃうんだろうなっていつも自分で思うんですけど、マウントミス起きるときと起きないときの違いは何なんだろうなって。ほら、外れちゃうんですよね、結構。どこを意識したらいいのかとか、そう、交差で跳ね上げる部分が一番難しいです。キャッチとかもね、こういう風に終わりたいんですけど、なかなかね、まあなかなかどうしてむずい。本当にね、割と結構前から練習してるコンボではあるんですが、一向にね、成長する見込みがね、見えないのが、まあ大変ですね。はい、まあ、今、なんとかちょっと通った感じがするんですけど。わー、こうなんです。ここもまた難関なんですよね。ライトハンドレールのところから、この流れですね。それもまたね、どうしたらいいんだろうな、みたいなのがあって、本当に。やべえ、こう。やばい、意味わからない絡まり方始まっちゃったよ。たまにあるんですよね、理解不能な絡まり方をするとき。こうなるとね、もうね、一生糸をほどくのに時間を使うっていう、地獄のね、パレードが始まっちゃうんでね。まあ、セーフだろということで、まあ、今日の動画はこんな感じです。引き続きね、練習しとくので、また、進歩があったら、このレールコンボもね、動画撮りたいと思います。はい、ということで、今日はこんな感じです。ありがとうございます。